続きまして本日の第2試合を行います。青コーナーよりマザコンググレートタム組の入場です。さあ第1試合と打って変わってこのきな臭い何か怪しげな曲がこの広場にこだましてますが、いやなかなかおとろおとろしげな音楽が流れてますよ。そうですね、昼には気づかないですね。そうですね、もうしかしここから出てくるのは確実な実力者、皆様期待をして、はい、もう損はないですよ。さあ入ってきたマザコングですが、いやさあその後ろから、いやすごいですね、冷静沈着にある方を進めるのはグレイトタム。このマザコング余裕たっぷりですけど、彼絶対緊張してますよね。これマザコング実はマスクの中でド緊張してますからね。これちょっともう歩き方で緊張してますよね。優勝は華麗に決めた。しかしパートナーのグレイトタム、この魔界からも、はいはい、子供を泣かせないでください。セコンド子供を泣かせてダメですよ。セコンドダメよ。セコンドダメさせて。セコンドはやっていけませんよ。いやもう怖いですね。怖い、もう全く正体がつかめないですね。なんてバラエティ豊かな青コーナーなんだと。絶対戦いたくないですよ、はい、マザコングに至ってはコーナーとはもう同化してますからね。そうですよね、うん、ドクロとスーパーヒーローのコラボなんて見たことないですもんね。見たことないですね、はい、赤コーナーより白井ヨナズンデストロデイ組の入場です。さあ打って変わってはい、アップテンポな曲が流れてまいりました。ここから入賞してくるのはデストラでグレーテスト K シリーズの王者であります。 KWF のですね OB も含め現段階で最強の男が入賞してまいります。さあ先に出てきたのは若い白井ヨナズン。さあ後ろから出てきたのはデストラです。余裕たっぷり、白のガウンが眩しいぞ。気迫が違います。なんですかねこの凄みと言いますか。そうですね、佇み佇まい貫禄、何もかもが上な感じがしますね。はい、さあリングに一列、さあいざ戦いのリングへと。そして今デストラでリングインです。リングインですね。いや背中には刃の一文字ですよ。いや素晴らしい。ただいまより本日の第2試合タックマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー163センチ64キロマザーコング。母なる大地マザーコング、身長体重不明グレイトタム。魔界からの下グレイトタム。赤コーナー166センチ60キロ白井イオナズン。ドラクエ知りません、白井イオナズン。 K3WF 失礼いたしました、グレイテストゲクラブにいてヘビー級チャンピオンデストラーデー、襲撃速射砲デストラーデー。レフリー当てなんですか将棋。さあさあさあ先ほどとは打って変わりまして OB2 人のこの溢れんばかりの気迫にですね、この会場も若干空気が張り詰めたような気がしないようなするような。そうですね、いやこの先ほどとは打って変わってですよ。そうですね、いやもう個性が強いと言いますか、もう色、いや全員の色が強いですねこれ。そうですね、まあ試合が始まりましたら、はい、おいおい選手紹介の方もしっかりしていきたいと思いますが、はい、そうですね、まずは試合開始が待たれております。さあ青コーナーからは、赤コーナーからは先に白井、はい、そして青コーナーからマザコングさあ出まれてきました。両者準備が整ったようですね。さあ始まりました、第2試合タッグマッチ30分一本勝負。青コーナーからはマザコング、赤コーナーからは白井ヨナズン。あの青コーナーのマザコングは非常に覚えやすいと思うんですよ。青コーナーで青色ですのでね、あの青色全身青タイツマザコングと覚えていただいたら非常に嬉しいです。正直お客さんも一番気になってるのこの青コーナーのマザコングじゃないですね。そうですね、あのさっきのヒーローショーに出ればよかったんじゃないの、はい、みたいな。そうですね、ありますけどね、ヒーローショーに出てもおかしくないような。そうですね、僕たちもいやお前は出るとこヒーローショーじゃないのかみたいなところもありますけれども、はい、いやでも僕がマザコング先生一番気になるのはですね、はい、よく見たら靴の下にブーツ履いてるみたいな感じなんですよね。あの、はい、着ぐるみが、着ぐるみといいますか、はい、コスチュームのスーツというかですか、だ
彼二重で靴履いてるんですかね、彼。それが気になってしょうがないんですけど、マサコングのあのスーツってどこで買ったんですかね。いや、どこか分かるさ。あーちょっとちょっと待ってください。タックマッチですからね、こういうのも。これがタックマッチなんですね。いや、シングルとは違ったですね、タックマッチ。このタックならではのそのいかにして2対1の状況を作るか、状況的に不利な状況にさせるかと、ね、それが一番の妙ですよね。さあ出てきましたグレートダム。いや、これもですね、もはやこの白い、あー待てロープに顔をこすりつけてえげつない攻撃をしていきます。さあロープはですね、これ柔らかいようにも見えて実は硬い。で、中がですね、一応見えてるのは黒い革の部分なんですけど、なんかこれワイヤーですからね、痛いですね。はい、もう工事現場とかで使われるぐらいのようなワイヤーですので、もう当たるだけで痛いと。そして痛い。そしてですね、先ほどからあのレフリーが何や慌ててますけれども、はい、ロープを使うのは反則なんです。反則なんですが、反則は5カウント以内だったら OK なんですね。なんともレフェリー泣かせなルールなんですかね、本当。5カウント以内でしたら何してもいいんですね、はい、だからそこが若干肝なところではあります。またこのグレートダム選手、その見た目と全くその予想外というわけじゃないですけど、はい、もうインサイドワーク、その悪いことが得意なんですよね。このレフェリーの見てないところでロープを使って反則をする。そうですね。そして出てきましたよ、デストラデ。いやでも正攻法で言ったら一番強いとこですかね。デストラデとグレータもお互いに実力者ですので、ここの取り合いは非常に見どころですよ、はい、さあ皆さんご注目ください。いや、もうその分かる人には分かるんですけどですね、このデストラデのこの黒バンディさあ逃げようとしたところ、さあ逃げていきます。こっちのこの格好ですね、そのワンツー両肩ついているのでホールですね。さあここでます、さあ距離ができました。皆さん拍手をお願いいたします。ありがとうございます。かつてプロレス界を一世風靡したその UWF というですね、まあ、総合格闘技の走りのようなそういう団体があったんですけど、それを彷彿させるかのような格好で試合をしてますけど、そうですね、全くその通りで、彼もですね、もう投げる、蹴る、決める、この3つがですね、シンプルに強いと。そうですね、はい、しかしそれに対してこのグレード球、この持ち前のうまさですね。そうですね、おいた、どこからでも技を出す、このトリッキーな展開で、まあ、なかなかこの2人の、さあ無理やり決めて、ね、ここもおお、さあしかし決めさせないですので、かたくなにグランド勝負。さあこの2人お互いグランド得意ですから、さあここも腕を決めていく、複雑に決めていますね。肩も決まってますね。肩と首ですか、これ。いや、素晴らしいですね。いや、これ控えにいる白井与那津選手とマサコング選手とはですね、もう実際キャリアが一回り以上も二回り以上も違うと。そうですね。だからここで試合を通してですね、逆に彼らも学ぶところが。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。これも足を取っていますよ。はい。決めているんですね。足はあれ決まっているんですね。これは足のキーロックのような体勢ですね。ロープに逃げたグレイス、多分ロープにタッチした試合が1位中断でございます。そして白井与那津が入っていく、これですね、2対1の状況を作りましたよ。あのね。ですね、レフリー見えてないんですね。はい。レフリー見ないんですね。そうですね。ちょっと見てください、レフリー仕事してください。こういうところでやはりそのセコンドをですね、セコンドをうまく使ってくるのがこの、この手を落として、これはバックフリップ。いや、でも珍しいですね、グレートダム選手が攻められる展開というのもなかなか。さあ、しかしそうはいかないと。簡単に持ち上げて、もうジャム投げ切った。そしてタッチマザコング入ってきました、マザコング。いや、これやはりタックならではの目まぐるしい攻防ですか。そうですね、もうその攻め手、まあ、受け手がですね、どんどん変わっていくこの展開ですけど、いやですね、やはりタックはやはりもういかに分断させるかですからね。そうですね、一人を重点的に攻めればもう一番手っ取り早いんですよ。さあ、これも首ですか。複雑に関節を決めていっております。いや、これもマザコング選手のこのコスチューム的にはそのなんていうかスーパーヒーローみたいな感じなんですけど、彼やることもうなんていうんですかね、もうやることはねちっこい、やることはねちっこい、もうねちっこいですね、今のもね。地下格闘家のような関節技を使ったりしますからね。地下格闘技ですか。確実に相手の息の根を止めると。せっかくヒーローの格好してるからね、はい、もっとかっこいいことしてほしい。さあエルボー合戦ですか。しかしエルボー完璧に張り合いで負けているぞ。白井与那津クラーああエルボー、そしてロープに振ってドロップキック。そして上げて、
やマザコン君ちょっと今頭が多分脳震盪かなんか起こしてたんですかね。ちょっと頭がクラクラしてちょっと考えるに至らなかったと。気がついたら来たとですね。そういったことにしておきましょうかね。いやいけないですよ。あの構えはですね、あの構えはいけないですよ。だーしゃー、今の構えはジャーマンでしたよね。そうですね、あれが当たってたら。あーこれもどうだー、やめてくれー、見てください、このしてやったりのやってやったぞと。さあ実況席から正面にデストラデーのドヤ顔が皆さん見えると思います、はい。5分経過5分ですか。いやーこれもうなんて言うんですかね。もう待ってください、これも複雑に決めていっています。ビクトルの膝中ですね。これもグレータルなんとかカットして、さあリング上両者入り乱れていますが、さあ場外に出ました。大変お気をつけください、場外だと危険なんだろう。お気をつけください、場外だと危険ですよ。お気をつけください、セコンドしっかり、セコンドしっかりしてくださいね。怪我人を出さないでね、すいません。すいません、場外だと危険です。お下がりください、お下がりください、お下がりください。皆さんバカが映りますよ、皆さんバカが映るんで避けてください、逃げてください。単位が取れなくなりますというのはうちらだけの話ですが、そして6の奥の方がやってくれますよ。あそこもチョンプです。いやー試合する気あるんですかね。いや今見ました、レストラーでどさくさに紛れて場外にボディーサムしました。あーこれキー、さあ皆さん逃げてください、逃げてください、当たりなさい、逃げてください、ちっちゃい子も逃げてね、ちっちゃい子も15、将来6の大人にならなくなるよう逃げてください。さあなんとか場外乱闘も落ち着きましたね。そうですね、本当大変危険な戦いに巻き込まれてました。もうやりたいことをやったって感じなんですかね、はい、もういっかって感じ。いやーしかしここはジャーマンスープレックス突然出してきた。あー返す。いやこれ受け身取れてなかったですよ、マザコング選手。大丈夫ですかね。大丈夫じゃないですよ。大丈夫じゃないですかね。もう大丈夫じゃないですよ、マザコング。彼そのマスクがマスク越しだから、その素顔が見えないですからね。そしてあーここもゼロ戦キック。いやーこれ確実ですね。さあさあさあマザコンが捕まっています、マザコンが捕まっています、マザコンが捕まっています。おーろートップから、あーミサイルキック、飛んだ。そしてホールに行った、ワンツー、さあ返した。いやここまで赤コーナー優勢の展開がずっと続いてますけど、まりませんね、なかなか白いワンツー、そして捉えて、あーマザコンが返して、ここ、ね、返して、あーすごい、スリーバースリーバースリーバー。さあそこでリーパーからおっとひっくり返した、頭を打ちつける、これはキルスイッチ。いやこれ白井ユナズです、予想外の攻撃でなかなか苦悩の表情ですよ。さあやっとタッチが回ったグレートダム。いやなんというか先ほどマザコング攻められっぱなしだっただけにですね、頼もしいですね、彼頼もしい限りですね、はい。さあそしてグレートダムがおーっとじっくり白井ヨナズンを首を攻めてますね、痛めつけていますね。そしてホールに行ったワンツー、さあ返す、そのまま関節、いや冷静にやったつもりが、あーマザコングはグレータムの関節をデストラデーすかさずカット、よく見てましたねデストラデー。マザコンググレータム選手突然やってきましたね。でもマザコングが来るのを想定してもうカットの段階、シャイニングウィザード、これもシャイニングウィザード、ワンツー、カウント 2.9、いや 2.999 ぐらいですか。白井ヨナズンなんとかかんとかピンチですよ、はい、ピンチですね白井ヨナズン。しかしコーナーに膝よけて打撃を入れて張り返して、これはスペースローリングのエコー、そして入りましたこれ、そして素晴らしい、これもキックが入れた、いきました。そしてホール、わあいいですよ、いやカット間に合いましたね。10分経過、10分経過。いや白井ヨナズこれ先ほどまで攻められてましたけど、なんか赤コーナー側にで流れを取り戻してきたんじゃないですかこれ。10分ですよ10分、はい、うわーブレーンバスター、これ垂直落下ですよ、垂直落下で返した。いやー、ま、危ないとこでしたね。いやしかしこの今の攻撃ですよ、もう鬼の人を待て待て、何をせずまだー、関節取っていったが、関節取っていった、いけない決まるぞ決まるぞ、なんでアンパイ正解なしに、グレートダム厳しいか。さあグレートダム頭を抱えているか、
ロープも、ロープも若干近いように見えますが、なんとかロープは逃げない。さあ、ロープ。いやー、今、どんな入りしてました？ロープが近くて助かりましたね。今、デストラデー選手、相手の肩に乗って肩車の状態になってから足を踏みましたよね。そうね、意味が分かりませんね。いや、もう、すごいですね。決まり方が無限大にあると言いますか。ね、さあ、そしてデストラデーは、得意技のパワーボレー。足が速い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 。わあ、突然の丸め込みですか、グレートタイム。よ、抜け目がないですね。抜け目がない。さあ、そして、狙うしかないですよ。持ち上げた。持ち上げて、さあ、これも変形の変形のネックブリーカー、えげつない。首ですね、首ですね。そして首をかっきりいた、首をかっきっていく。さあさあさあ、まずは今度ここもカットに入り、待って、待って、あしかしまだ決まらない。また膝、ストラで取り返した。また膝、必要なるまでに膝取り返しましたね。それでしかし、あーこれがやった。11分54秒、勝者、デストラデイ。いやなんと、OB 同士、デストラデイチャンピオンが OB グレートタムをギブアップさせるという第2試合展開になりました。いやでもですね、いや完璧なグレートタム選手はですね、必殺のコースだったんですけど。そうですね、いやデストラデイが1枚上手だったのか、はい、分かりません。さあ皆様、リング上で戦いを繰り広げて4名に拍手をお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ皆さん、熱い試合が2試合も続いてますけど、皆さん水分補給などはちゃんと取ってるでしょうか。皆さん、熱中症などはですね、大変危険なことですので、はい、未然に防ぐことは可能です。できればですね、その気分が悪くなったら日陰に行くなどのですね、対処の方お願いします。あと水分補給はですね、こまめに取るよう心がけください。お願いします。さあ最後にですね、メインイベントが残っています。おい、お前マザコンとかと組むけんさ、一緒にならんのか。お前もさ、お前もっと頑張らんとさ、飛ぶだ。本当はこいつ全部食らって負けるやないか。お前頑張れよ。今度は絶対勝ちます。あのこいつ OB で試合してるんですけど、今めちゃくちゃコンディションいいです。あの今度中津で試合あるんですけど、あの俺こいつと試合しようと思ってます。あの最後の試合また中津でしましょう。デストさん、僕が卒業して今2年経ちました。2年前の西南大学の試合覚えてますか？僕が卒業して帰ってきたら、あなたのそのベルトに挑戦するって言いました。あなたたち OB の方が作ったそのグレー系のベルトは壁は高いと思います。でも僕たち若い世代がその壁を壊して新しい壁を作っていかないと思います。次の長津大会、絶対あなたのそのベルトを僕が取ります。